トーマス・ジョセフ・デイビーは、アメリカ合衆国ミシガン州出身の、元プロ野球選手。1994年の MLB ドラフトで、トロントブルージェイズから5巡目で指名を受け入団。1999年にメジャーデビューを果たし、同年シーズン途中にシアトル・マリナーズに移籍した。さらに2000年のシーズン途中にサンディエゴ・パドレスに移籍して、メジャーにも昇格し、2003年は、 広島に加入するまで、ボストンレッドソックス参加のマイナーでプレーしていた。2003年6月に、広島東洋カープに入団。長い足を活かしての投げ下ろす速球を武器に勝ち星を重ねた。2004年も先発ローテーションの一角として、期待されたが、シーズン中に故障で帰国しそのまま退団。2005年に、広島の入団テストを受けて合格して、復帰を果たし6勝。 防御率2.98と活躍したが、戦力外通告を受ける。2006年、オリックス・バファローズに移籍。急速の限界が心配されていたものの、上心を生かした変化球をうまく操り、脱三振へのこだわりを捨てた、打たせて取るピッチングで、チームのローテーションの一角として活躍し、二桁勝利を達成。2007年はやや成績を落とすも、年間を通して、 ローテーションを守り、チーム最多の発祥を挙げた。2008年は、オープン戦で、右肩検証炎を発祥したため登板機会がなく、8月4日に、ウェーバー工事された。2009年は独立リーグである、アトランティックリーグのカムデン・リバーシャークスでプレーその後右肩の不調により手術を行うも復調せず、2011年に引退した。 時速 140km 台の手元で変化するストレートに縦と横のスライダーチェンジアップなどの変化球を投げる NHK の土曜スポーツタイム内で日本球界で最もゴロアウトを奪うのが巧みな投手ゴロキングというテーマ名で取り上げられたことがある打校到底のプロ野球界の潮流や狭い広島市民球場という環境にあって先発ローテ投手として 防御率に天台を記録したことが、実度5年のうち3度もある点は、日本球界への適正と投手としての能力の高さの証と言える。2006年は、千葉ロッテマリーンズの清水直行に並んで、規定投球界達成した投手の中で最小の9、非本塁打と被弾数も少なかった。打撃も得意で、DH 制のない広島時代では、通算に本塁打記録している。 ちなみに、長打性の当たりを打っても足が速くないため、広島時代は長打コースがシングルヒットになることが多かった。ファンに野球カードにサインを求められた際に、カードの自身の顔写真を見て男前と言ったことがある。広島時代の2003年に7月23日の巨人戦で当時巨人に在籍していた清原和弘に支給を与え、 恋に当たったと思っていた清原に睨みつけられ、激怒、両軍選手が駆けつけ二人をなだめことなきを得る。しかし同年の8月1日の同じく巨人戦で、清原を三振に仕留め、ベンチに戻る際に、清原に、ファックユーと言い放つ。しかしその翌日の試合前に通訳を交え話し合いを、治療者は和解しており、オリックス時代はチームメートであったが、 特別仲の悪い様子は見られなかった。だが、その話し合いの途中にも、彼まだやってるのと挑発明た発言をしている。短期な性格であることも有名で、審判に不満な態度を表すことも多く、退場処分も受けたことがある。その短期差で、特に有名なのは、2007年5月25日の、阪神タイガース戦の試合。8回表の先頭打者。 赤星のリヒロに投じた、ある一球の微妙な判定をめぐり、島田哲也球心に暴言を吐いて、退場処分を食らった。この日ライアン・ボーグルソンから決勝にランを放った、タフィローズも、この判定に怒りおろにしていた。そのためか、試合後のお立ち台に上がったのは、投打のヒーローではなく、デイビー降板後に訪れた一島ん類のピンチを、ガイアフライ日本に抑えた。 元柳和也と9回表を無失点に抑えた加藤大輔だった。オリックス時代、チームの雰囲気の良さを気に入ったこともあり、球団マスコットであるリプシーの中に入ってでもチームへの残留を熱望した。ありがとうございます。